こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年無人機開発が激化してきています。日本もまた F-35B。ステルス戦闘機計画と並行して無人機開発するとの動向を示している。現在、米国が一国だけ先行して飛行試験を行っている。豪州もまた火入れなどを行い、ロッキード・マーティン社との共同開発で先行している。無人機でもいろんな無人機があるが、日本は戦闘機との任務を行える無人機を目指している。テンペスト計画でも同じような考えのもと無人機開発が行われている。では、今回、日本の無人機開発計画を詳しく話していきますね。短期間での配備計画を念頭に置いています。2020年10月3日、防衛省の動向として、航空自衛隊の有人戦闘機に、随伴して飛行する無人航空機の開発を2021年度から本格的に推進する予定であると報じた。これは、現行の F-2 戦闘機の代替機である次期戦闘機の開発と同時に、実施されるもので、その次期戦闘機1機に対して無人航空機を3機、随伴させる計画で進められる方向だという。今回報じられたスケジュールによれば、令和3年度にテスト用の無人航空機の機体の製作を始め、そこから3年後の令和6年頃をめどに、実際の飛行試験を行う予定だとされている。現時点での防衛省、自衛隊の計画では、令和17年度に次期戦闘機の実戦配備を行うことが予定されているが、これに合わせてその搭乗者が完成する人工知能搭載型の無人航空機も運用が見込まれる。無人航空機の役割としては、まず、有人戦闘機に先行して飛行、敵の航空機を発見する哨戒任務を担い、いずれは、兵装も搭載して、空対空戦闘も可能な、攻撃用途への拡充も視野に入れているという。折しも、2020年9月末に、直接的な軍事衝突が報じられた。ナゴルノカラバフ地域でのアゼルバイジャンとアルメニアの戦闘では、アゼルバイジャン側の無人航空機攻撃が多用されている模様だ。戦況は、アゼルバイジャン・アルメニア双方が、自軍が優勢だと主張しており、実際のところは判然としないが、攻撃用の無人航空機をアゼルバイジャンが多く投入しているのは事実だろう。ここで用いられているのは、いわゆる自爆攻撃用の無人航空機であり、防衛省、自衛隊が推進しようとしている戦闘機随伴型の無人航空機とは、用法、用途が異なるものだが、その効果は気になるところだ。この近代戦での戦訓が、今後の無人航空機開発に大きな影響をもたらすのではないかと思われるためであり、安価で簡易なこれらの兵器の有用性が実証されれば、戦闘機の在り方にも関わるかもしれない。それでなくとも、有人戦闘機である次期戦闘機の開発そのものがなかなかはっきりとしてこない現状では、それに随伴させる無人航空機の運用も、
まだまだ絵に描いた餅のような気がしなくもない。戦闘機開発を、すでに、自国のみの技術では行えないであろう非凡は、今回の開発も、三菱重工業が中心となるとはいうものの、主要なノウハウは、アメリカなどの軍事企業に依存せざるを得ないのが実情だ。ただし、これまでの F2 戦闘機などの開発例を見ても、コアな部分は開示しない。アメリカの軍事企業のやり方を考慮すれば、日本が求める。使用の実現には、これらの企業との協業には不安も残る。こうした点からは、むしろ、ヨーロッパ勢との協業を選択した方が自由度は高いとの意見も一部では囁かれるが、すでに多数のアメリカ製の兵器システムを抱える日本の方向転換は困難だろう。アメリカ空軍向けに同国のクラトス社が開発を進めている無人航空機が、その分野ではよく知られた XQ-58A バルキリーという機体だが、これは F-35 ライトニング2戦闘機に随伴させるものだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、言わずと知れたロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機だが、クラトス社は、もともとは標的用航空機を製造していた企業であり、そのノウハウを生かし、無人航空機に参入した。クラトス社の XQ-58A バルキリーは、撃墜による損耗を前提に、設計、製造されており、100機単位の生産ならば、1機約2億2000万円程度で供給することを目標に、高い費用対効果の実現を志向している。令和2年度の防衛白書では、無人航空機について、飛行制御技術、機体制御技術、通信技術、情報積処理技術、指揮統制技術などがその必須の要素になると記述している。加えて、クラトス社の XQ-58A バルキリーは、直接の戦闘を想定した機体であることから、高い自立性と戦闘体制、低コストが同時に求められると解説しており、これを意識していることがうかがえる。こうしたクラトス社の XQ-58A バルキリーの扱いを鑑みるに、機体そのものの製造に高い技術が必要というよりは、戦闘用に飛行させるためのソフトの開発の難易度の方がはるかかに大きいように感じる。防衛装備庁では、すでに2030年代には、有人戦闘機と無人航空機の編隊が実現すると見越しているが、日本が注力しているのは、まずは弾道ミサイル防衛の一翼を担う監視用の無人航空機のようだ。防衛装備庁は、その次に XQ-58A バルキリーのような無人の戦闘機開発を掲げており、ただし、この見方は、このところの急激な技術の進歩によって、見直しを迫られる可能性も大いにあり得る。戦術、戦略を一変させる可能性のある分野だけに、日本において限られた時間と予算の枠内でも、最も有効性のある無人機が開発されるよう、防衛省や関連企業の動向に今後も注目していくべきだろう。